新郎たかしは誓いますか？はい、誓います。新郎たかしは辞めるときも健やかなるときも誓いますか？はい、誓います。何を誓うのですか？まだその部分は私言ってないですけど。永遠の愛を誓います。薄っぺらい言葉ですね。薄っぺらいでかい意味の言葉を使う人信用できません。でかい意味、なんか抽象的みたいなことですか？そうです。ああ、大抵の詐欺師は主語をでかくして逃げます。そうなんですか？大抵の詐欺師は私という言葉を使わないのですね。私はというと嘘になるので、人間はという感じで主語をでかくして逃げます。私は宮野隆は、宮野隆は奥さんを、新婦、新婦を、ウガンダをウガンダ、ウガンダじゃないです。ウガンダじゃない。神父、神父を、神父、神父の愛を、愛さん、愛さん、愛さんんと愛を誓います。小手先の落語みたいで非常に不愉快ですね。パーカーですか？誓いの場でパーカーじゃないですか？いや、タキシードです、これは。違いますよ。いや、これタキシードですね。違います。やめてください。それパーカーですよ。パーカーやってもらっていいですか？タキシード知ってます。パーカーなんで。パーカー。え、じゃあちょっともう一回最初から言ってもらっていいですか？わかりました。新郎たかしは新婦ムベルウガンダ。ウガンダじゃないです。ウガンダやめてください。やめる時も健やかなる時も永遠に愛することを誓いますか？はい、誓います。嘘つけ、この日本人が。私はそうやって何回も何回もあなたたちに凌辱されてきたんです。凌辱？すいません、日本語分かりにくいね。何回も騙されてきたんです。いや、まあでも結果は一緒です。あなたも私を騙した日本人も、日本人は全員詐欺師です。まあ日おらんねん。牧師で好きやねん。腐った目をしています。なんでなんですか？濁り魚の潮降りパテ。め、この野郎。信用できません。え、じゃあどうしたらいいんですか？もうだって誓うって言うしかないじゃないですか。後ろが結構いっぱい見に来てて、そんなことを言うと前提が崩れるから。結婚式の誓うしかないじゃないとか、そんなんで誓ってほしくないです。じゃあどうしたらいいですか？考えなさいよ。僕を説得できないで何が結婚ですか？私は認めませんよ、この結婚。あなた職業なんですか？まあ、YouTuber です。信用できませんね。不安定な収入、迷惑行為、再生回数に取りつかれた化け物め。結婚なんて夢を見るのはやめてほしいですね。定職につきなさい。話はそこからです。あ、いやでもついてるんですよ。ん？会社員やってて別で
副業で YouTuber もしてるみたいな。なぜ会社員を伏せたんですか？怪しいですね。いや、怪しくないです。上場企業ですか？そうです。収入はいくらぐらいですか？まあ、年収2000万ぐらいは。そんなわけ、ま、おじいちゃんおばあちゃんを騙して取った金でしょ。いや、詐欺師でしょ。僕は普通に働いて、普通に働いて2000万なんか稼げませんよ。年収2000万以上はもらってるっていう人は全員詐欺師です。牧師そんな安いんですか？牧師なんて安いもんです。いくらぐらいなんですか？カレーがもらえます。一日カレーで払われます。まあでも2000万あるんですよね。まともに働いて2000万稼いでるんですか、あなた？アマゾンってご存知ですか？知っていますよ。大蛇、まあ、ワニ。ああ、違います。生息地。今、会社の話。会社のアマゾン。アマゾン。知ってますか？ちょっと知らないですね。ガーファって知ってますか？ Google、Apple、Facebook。あ、の、もう一個。ん？ Google、Apple、Facebook。A の。A。ん？アマタツ。アマゾンや。アマゾンやろ、この流れは。ああ、アマゾン。アマゾン。僕アマゾンで SE やってるんですよ。ほう。重要ポストですね。なんで2000万あります。まあ収入のことに関しては分かりました。信じました。はい。人格が知りたいですね。もしもあなたがトロッコに乗っています。はい。右に行くと5人のおばあちゃんが死んでしまいます。左に行くと一人の子供が死んでしまいます。あなたはどちらに行きますか？それ全く知らない人ですよね。全く知りません。じゃあ5人のおばあちゃん。命は平等です、この腐れ芸同盟。若い方が価値があるというこのサイコショッカー、消えてしまいなさい。結婚は認めません。どっち行っても無理ですよ。もう結婚したいんですよ。めっちゃ好きなんですよ。好きとかで。え、じゃあ牧師さんはいないんですか？奥様は。私はカトリックです。はい。生涯独身です。あ、そうなんですか。じゃあなんでやってるんですか？前提が崩れます。あれ、そうか、あれはカトリックじゃないのか。カトリックでもしてる人はたくさんいるんじゃないですか。どっちかがずっと独身です。カトリックかプロテスタントか。ああ、そうなんですね。多分カトリックが一生独身です。いや、でもあなた信仰してないですよ。してますよ。してたら間違えないでしょ。正論を口から。いいえ、私は純粋な信者です。え、でも1にキリスト、2にアーメン、3にジーザス、4にクライストです。まとめろや。え、じゃあもう僕らできないんですか、結婚。私の前では許しません。でももうやり直しできないんですよ、こんな素敵な日を。もう今の段階で素敵とは言えないでしょう。何笑ってんねんお前。こんなに揉めているんだから。じゃあまあ別のとこでやりますわ。じゃあ勝手にしてください。まあじゃあもう帰りますね。好きにしなさい。どうせ離婚です。なんちゅう牧師や、おい。もうええわ、お前みたいなもん。一生は人のこと恨んで死んでいけ。ちょっと待ちなさい。なんや。私も本当はこんなこと言いたくないです。なんでや。私には最愛の妻がいました。え？10年前に他界しました。ああ。それまで私は札付きのワルでした。
盗んだバイクで走っては影響されてんな。なんか影響されてんな。私たちみたいに辛い思いをしてほしくないのです。でもそれは死んだら終わりっていうのがおかしいんじゃないですか。どういうことですか。天国で見守ってくれてますよ。天国なんかありません。お前キリストやろ。キリスト？キリストやろお前。あ、違いますよ。何？ピリストですよ。何ですかそれ。ピリスト教です。ピリスト教？ピリスト教徒です。何ですかピリストって。天からの使者イエス・ピリストの教典を守るピリスト教です。ああ、キリストもありますね。確かに。あ、じゃあそっちメインやね。大体そっちや。ピリストサブすぎるやん。何マイナーな。ピリスト、ピリストのカトリックです。あ、そうなんすか。あ、じゃあめちゃくちゃ間違えてましたわ。あ、本当ですか。そうですよね。僕らだから十字架じゃないでしょこの教会も。あ、ほんまや。米印みたいになった。じゃあ間違えました、教会を。ああ、そうですか。だから話がこう噛み合わない、ね、合わなかったんですよ。そうだ、そうだからです、ね、そう、こんなとこで止まるはずないんですよ。そうですね。そうでしょ。そうですね。まあまあ、でも牧師さんがピリストとかは別に関係ないんで、あの、認めてもらっていいですか。次進まないんで。一個人として認めればいいんですか。まあまあまあ、そうですね。もう、うん、なるほどね。なんか進めてくれればいいんで。人を RPG のレベルアップみたいに言わないでください。仕事を行ってる間にレベルアップしといてんじゃないんで、進めといてくれたらいいじゃないんです。オートで、オートって言ったらもう RPG のレベルアップみたいな話になっちゃうから。やめてください。お願いします。わかりました。はい、もう一度では最後に言います。はい、お願いします。シェンロー・タケシル・シェンプー・ウガンダのことをやめる時も健やかな時も愛すことをピリストの名において誓いますか。はい、誓います。シンプウガンダも誓いますけ。ではチューをお願いします。誓いのチューをそうですしてください。うわっ、うわっ、エロいですね。言うか。ご視聴おぎに、チャンネル登録、高評価、右手でお願いいたします。